おいしい。いやレモンクリームいいよ、この爽やかさ。爽やかさね、おいしい。こんにちは、フェリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日のメニューは、今日はレモンクリームパスタになります。いいっすね、もう旬なレモンと。いや、やっぱり旬、ね、レモンがね、わんさかなってますから。今旬ですよ、おいしいですよ、ね、使っていかないとね。はい、そうなんですよね。で、それを今回は、まあ、冬だから、まあ、クリームに合わせる。クリームソースもやっぱりレモンクリームなんて世の中の女子がもうキャーキャー言っちゃうね。そうっすね。そうでしょ、キャーキャー言うと思います。分かってきたでしょ、はい、分かってきました。分かってきたよね。もう冬にレモンクリームなんて言われた日だよね。キュン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 しちゃうね。なので、あの世の中の男性、これ作ればキュンキュン女子が言っちゃいます。はい、でさらに、はい、サラダも。サラダですね、サラダはアスパラガスとミニトマト、ツナのサラダですね。はい、ありがとうございます。神の島レモンですね、愛媛のレモンになりますね。国産のノーワックスのレモンでございます。そしてパルミジャーノ、スパゲッティ、塩、胡椒、ツナ、オリーブオイル、赤ワインビネガー、生クリーム、そしてアスパラガスとトマトです。ということで、このチャンネルでは家庭で簡単にできるイタリア風レシピをご紹介しております。毎日動画を公開しておりますので、日々の皆さんの献立作りにもお役に立てると思います。ぜひチャンネル登録もお願いします。パスタ一瞬でできちゃいます。あ、そうなの？はい、もう生クリーム詰めて、うん、レモン絞ってパスタ入れて、うん、でチーズ削ったら終わりなんで、まずは副菜からいきますね、はい、アスパラガスです。根元3分の1ぐらいをちょっと皮引きますね、硬いのでね。はい、アスパラもね、ちょっとずつ、まあ真冬ですけど出てきてますね。すごいよね、すごいよね。あの菜の花出てくるのね、もうね、結構ね、早いな。菜の花はもう普通に流通してますよね。早いな。それではアスパラをそぎ切りします。食べやすい大きさにカットしてください。はい、ではアスパラ先に醤油でします。はい、もうすぐね。で、粗熱取りましょう。2分ほどさっと入れましょう。いいですよね、パスタの茹でたもので野菜も茹でちゃえばね。そう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 、うん、はい、じゃあトマトも切っておきます。はい、トマトはヘタを取って半割りにしましょう。はい、2分、はい、経ちました。もう色鮮やかなアスパラです。よいしょ。これはちょっと冷ましとくの？あ、粗熱取ります。温野菜ではなくてね、まあ冷ました状態でツナとトマトと和えたいと思います。はい、まあ温かいのも美味しいけどね。そうね。はい、じゃあここもうちょっとアスパラの香りがいい香りしてる茹で汁で、お、ブイヨン、ブイヨンですね。ブイヨンです、これ。はい、ここでパスタも入れますね、はい、最初に入れちゃいます。本当にもうアルデンテちょうどここで茹でていただければ結構です。もうパスタはクリームソースと和えるだけなんで、はい、今日 1.8 ですか？はい、今日は 1.8 でいってます。ということはじゃあ8分ですね。8分ですね、はい、はいはい、こちらはもうパスタ茹で上げる前にソース作るんですけど、もう生クリームを詰めるだけですね。はい、詰めるだけ。1人前 100ml の生クリーム、これを詰めてまた茹で汁で伸ばすっていうね、その行為、詰めることでコクが出ます。はい、なのでこのままいって、あのもちろんパスタあえても美味しいんだけど、一度詰めたことで火が当たってコクが出るので、一度やっぱり詰めましょう。はい、はい、弱火で。じゃあパスタの茹で上がるまでずっと詰めとけばいいんだ。そうね、まああんまり詰めすぎてなくなったら困るので。あ、そうか。まあ半分ぐらいまでは詰めていいかなと思いますね。はい、はい、まあとろみがつくぐらいですね。とろっとしてきたら OK です。今サラサラしてるんで、そのぐらいまで。はい、さあ、じゃあ、レモンだけ、レモンは今日は半分だけ使いますね。でもう仕上げに最後ギュッと絞って、さらに持ってからピールを削るとね。もうすぐパスタが茹で上がるので、粗熱が取れたアスパラ、はい、ね、サラダ先に完成させましょう。トマト、うん、おツナ入れてもらいます。はい、そしてちょっとね、タンパク質が足りてませんからね、サポーリのツナを適量入れて、あとはもう味付けるだけです。オイル、もうベロです、たっぷりかけましょう。ね、はい、ガワインビネガーね。いや、パスタ食べるとき、まあご飯もそうだけど、やっぱ酢の物と一緒に食べると血糖値の上昇を抑えてくれるんだって。いいよね。そうだから、やっぱ、ね、だからお酢はいいんでしょ。お酢はいいのよ。じゃあレモンもいいじゃんね。お酢もね、お酢もレモンも。 そしてお塩ね、シンプルにお塩とビネガーとオイル。ではもうこれあえておきますね。これでもうサラダ完成です、うん、だからエクストラバージンオリーブオイルも、うん、あの油と糖を一緒に食べると血糖値の上昇を抑えてくれるって話だから、うん、すごいいいでしょ、バランスが取れてる可能性はありますよね。はいはい、パスタが茹で上がりました。じゃあもうこのちょっと詰まったクリームソースにパスタを移します。うん、簡単だね、しかし今日。いや簡単なんだけど、これが美味しいから困っちゃうよね。
はい、それでは今ねパスタ移しました。ここにもうレモン絞り入れます。2分の1個絡めていきます。入れますね、ありがたいし。いやこれは美味しいよ本当。このクリームのちょっと重たさをこのレモンのね爽やかさで緩和して食べると。ではじゃあ合わせていきます。もうこれでもうレモンクリームです、うん、ね。いやいいですね。で今ちょっと生クリームが詰まった分少し茹で汁で戻してあげると、はい、頭半分ぐらいの茹で汁を入れます。では最後ねここでちょっと味を含ませていきましょう。いやうまそうだな、これだけで美味しそうと思っちゃうって俺も女子なのかなあそれは違うわ。あ違う、うん、全然違う。本当いいんじゃないですか。私もでも、ね、ちょっとレモンクリームって言われてちょっとウッキウキなりましたよいやあなたも女子ですか実は、ね、はい、いや楽しいよレモンクリーム。はい、もうあとはもう味をねちょっと濃度と味を見てアルデンテになってればほぼ完成が近づいてます、はい、うん美味しい、美味しいです。じゃあちょっとチーズ削ります。はい、もう火止めて結構です。チーズたっぷり 15g ぐらい削りますよ。パルミジャーノです。なければもちろん粉チーズね。すごいな。はい、もう火止まってますからね。あとはチーズがとろっとしたら完成ですね。ピールは最後お皿に持ってから。ピールは最後お皿に持ってからです。いや美味しそうね、いいですね。で今チーズ入りました。ここで最後チーズが入った上で塩味を決めてください、はい、足りなければ少しお塩すると、うん、ね、うんうん美味しい。少しだけお塩します。はい、ラピュタが入ります。いいね、完成ですね。ではお皿に盛りましょう。はい、はい、うん、オッケー、はい、さあ最後ですねピールで仕上げましょう。2分の1個もしっかり削ってください。うん、このピールはね香りがすごくいいからね。いやいいのよ本当。うわしっかりピールたっぷりありますね、2分の1だとね、はい、もう一回仕上げにパルミジャーノ、ね、パルミジャーノ削っておきましょう、うん、はい完成です。はい、はい、ではいただきます。はいどうぞ召し上がってください。うん美味しい。いやレモンクリームいいよ。クリームソースで涙でしょ、ね、この爽やかさ。爽やかさ、ね、レモン汁も入れてるからクリーム自体もやっぱりちょっと酸味が効いてよくて、うん、でピールで香りがね、香りがね冬なんだけど春風とか夏の風が吹いてくるような爽やかさ。本当だね、うん、そして副菜もいただきます。うんアスパラ美味しい。やっぱりいいですねサラダって。いいぜひパスタにはこうサラダを作っていただいてね、うん、酢を多めで、やっぱパスタ炭水化物を取るときにはあの酢は多めで、酢はもう絶対お酢はねみんな私は大好きなんで、はいはい、皆さんも大好きになっていただいて、はい、なのでもうサラダにもたっぷりの酢をかけて、うん、最後までご視聴いただきありがとうございました。今日調理で使った調味料などは、我々のネットショップ青酢ターボラで販売しております、はい、塩の小分け袋、そうです ねこちらも、はい、販売開始しましたので、はい、ぜひぜひ、ね、あの1500円は高いなと思う方、はい、まずはあのお試しで、ね、500円からこう始めていただければと思います、はい、プレゼントにも最適です。はい、はい